クロアチア紛争。クロアチア紛争は、1991年から1995年にかけてのクロアチアのユーゴスラビアからの分離独立、及び国内でのクロアチア政府とセルビア系住民による自治性の対立をめぐる紛争である。1918年にクロアチアの政治指導者は第一次世界大戦中にセルビア王国が発表した戦後のバルカン地域における新国家としての南スラブ人による連邦国家の創設という提案に同意し、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の成立を支持した。この王国は1929年にユーゴスラビア王国と名称を変更するが、当初からこの王国においては、セルビア人とクロアチア人民族対立が内政問題として存在した。ユーゴスラビアは旧セルビア王国の国王をいただいており、一般的にクロアチア人には首都の所在するベオグラードを中心として政治権力をセルビア人が独占しているという不満があった。1939年には妥協策としてクロアチア人に一定の自治権を認めたクロアチア自治州が設立されたが、クロアチア側からの批判は大きかった。一方で国外でのテロ活動を展開していたアンテ・パヴェリッチが主導するウスタ社は公然とクロアチア独立を掲げた。1941年にナチスドイツがユーゴスラビアに侵攻した際、ウスタ社はこれに協力して、傀儡国家クロアチア独立国を成立させた。一方で、ユーゴスラビア国王に忠誠を誓う、セルビア人将校を中心とした反ウスタ社組織、チェトニックが組織され、抵抗運動を開始した。さらにナチスドイツが、ソビエト連邦へ侵攻した1941年6月以降、ユーゴスラビア共産党は、パルチザン組織を結成し、ウスタ社やチェトニックと共に内戦を繰り広げた。この内戦では、民族浄化と呼ばれる戦略的な多民族排斥が行われ、無差別殺戮、収容所での虐殺、レイプ、住民の追い出しなどの手段によって大量の死者と難民が生み出された。第二次世界大戦中の出来事は、後のクロアチア独立をめぐる政治情勢の中で再度取り上げられ、歴史修正主義的な論争が繰り広げられると同時に、1991年以降のクロアチア紛争でも同じような民族浄化が行われた。第二次世界大戦が収束した1945年に成立したユーゴスラビア共産党、後にユーゴスラビア共産主義者同盟による第2のユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、セルビア、クロアチア、スロベニア、マケドニア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナの6つの共和国と、セルビア共和国内の2つの自治地域、ボイボディナ、コソボにより、再スタートを切った。この第2のユーゴの維持は、大戦中のパルチザン闘争を指導したヨシップ・ブロズ、チトの巧みなバランス感覚とカリスマ性によるところが大きかった。従ってチトが不在になれば、このバランスを維持する軸が失われることになる。ユーゴ解体につながりかねない動きは、チトの生前から見られていたが、クロアチアの場合は1971年のロアチアの春、1980年にチトが死去した後、ユーゴスラビアを構成する各共和国、自治州の不協和音が噴出し始めた。ユーゴスラビアでは1974年の憲法で、6つの共和国と2つの自治州の間でほぼ平等な主権を認めていたが、これに対してセルビアではユーゴスラビアを最も多く構成するセルビア人の権利阻害されているという不満が生じてきた。1980年代半ばにこうした不満を受けてセルビア民族主義を掲げて台頭したのがスロボダン・ミロシェヴィッチである。一方、クロアチアの政治指導者たちはセルビアを中心とした中央集権体制にユーゴスラビアを作り変えようとするミロシェヴィッチに反発した。1989年に始まった東欧革命はユーゴスラビアにも波及した。一党独裁の地位にあったユーゴスラビア共産主義者同盟は1990年になると複数政党制による議会選挙を認め、クロアチアでは1990年4から5月に行われた。議会選挙の結果、クロアチア民主同盟 HDZ が勝利し、幹部会議長、後に大統領にトゥジマンが就任し、スティエパン・メシッチが首相に指名された。以降のクロアチア政府は、ユーゴスラビア維持の動きを見せながらもクロアチアが提案する妥協案をセルビアが拒否するという情勢の中で、クロアチア国内では独立の外堀を埋めていくいう二つの動きを見せることになる。この期間におけるセルビアとクロアチアの最初の衝突は、1990年5月13日、ザグレブで行われたディナモ・ザグレブとレッドスター・ベオグラードの試合におけるサポーター間の衝突日に、ユーゴスラビア警察とディナモサポーターとの衝突であると言われている。当初はサポーター間の小競り合いであったが、スタジアムの運営、ユーゴスラビア警察の統制の仕方に問題があり、徐々にユーゴスラビア警察対ディナモサポーターという構図に変化していった。ディナモサポーターにとって、ユーゴスラビア警察は連邦イコールセルビア人の権力の象徴であり、反セルビア感情がユーゴスラビア警察に向けられる形となった。もっとも、クロアチアにいる警察であるから、警察の中には、かなりの数の非セルビア人が含まれていた。この衝突でディナモのズボニミール・ボバンが、警察に暴行したとして、長期出場停止分を受けるが、ボバンに暴行を受けた、警察官はムスリムであった。この事件をセルビアとクロアチアの対立の端緒として、評価するべきかは、意見が分かれるところである。1990年10月には、クロアチアと経済主権を掲げて、ユーゴスラビアからの独立を図ろうとする、スロベニアによって、新連邦案、国家連合のモデルが発表された。連邦制度を廃止し、欧州共同体、当時のような国家連合に転換するべきであるとした。一方でセルビアはあくまでも、連邦の維持に固執し、ボスニア・ヘルツェゴビナとマケドニアに折衷案が、提出されたが、同意に至らなかった。90年12月に、新しいクロアチア共和国憲法が制定された。この憲法の中で、クロアチアの自決権と国家主権が規定し直され、公用語をセルビア・クロアチア語からクロアチア語に変更し、キリル文字の使用を禁止し、ラテン文字を使用することと規定された。一方で、90年後半から、クロアチアの軍事力の整備が急がれ、が創設された。大量の武器は、ハンガリーから輸入されたと見られている。1991年3月2日には、スラボニアの貴族、西部に、東部に、東スラボニア・バラニャ及び西、スレムセルビア人自治州をめぐって、クライナセルビア人自治区軍とが対峙する事態なり、3月31日に、プリトビツェ湖軍で両者が衝突して、死者を出した。1991年5月19日には独立の可否を問う国民投票が実施され、93% がクロアチアの独立に賛成した。ただし、セルビア系住民の大部分が投票をボイコットしたため、投票率は 84% にとどまった。これを受けて6月25日にクロアチアは、スロベニアと同日に、ユーゴスラビアからの独立を宣言した。クロアチアと同日に独立を宣言したスロベニアでは10日間戦争が勃発し、ユーゴスラビア連邦軍とスロベニア警察軍との武力衝突に発展したが、この名前が示す通り、戦闘は極めて短期間で終結した。一方で、クロアチアでの戦闘は1995年までの長期間にわたって継続した。この際が生じた要因は、クロアチアはセルビアと直接国境を接しておりなおかつ、クロアチア国内にはセルビアが無視できないほどのセルビア人が居住していたことによる。また、1992年に始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争と次第にリンクし始め、泥沼化したことも一因である。クロアチアの独立機運が高まる90年9月に、セルビア人が多数を占めるボスニア・ヘルツェゴビナ周辺部に、クライナセルビア人自治区が設立された。一方で、西スラボニアでも、スラボニア・バラニャ、西スレム自治組織が結成された。この地域では一時的に、クロアチアとセルビアの間で武力衝突を回避するため、を入れないという同意が成立していたが、91年3月2日に西スラボニアのパクラッツでクロアチア警察軍とユーゴスラビア連邦軍が睨み合う事態となり、3月31日には同じく西スラボニアのプリトビツァでクロアチア警察軍とセルビア人住民との間で銃撃戦となり、死傷者が出る事態となった。クロアチア独立の直前となる5月には、クライナセルビア人自治区で住民投票が行われ、90% の圧倒的多数で独立反対、ユーゴスラビアへの残留を支持した。6月25日の独立宣言以降、クロアチアで散発した戦闘は、主にクロアチア警察軍とクロアチア国内に残留したセルビア系住民の間で繰り広げられたが、9月22日にユーゴスラビア連邦軍がザグレブを襲撃するに及び、クロアチアとユーゴスラビア連邦軍、この頃には独立を宣言した各共和国出身者が連邦軍から離脱しており、実質的にセルビア軍となっていたの本格的な戦闘に発展した。特にクロアチア人とセルビア人が混住し、なおかつ連邦軍の侵入が容易であったスラボニアでは、戦闘が過激であった。これらの地域ではもともと隣同士で住んできた住民が互いに銃を取り合う事態となった。中でもドナウ川を挟んでボイボディナと接するスラボニアのブコバルでは87日間にわたって市街が展開され、双方で3000人近い死者を出した。これを映画化したのがブコバルに手紙は届かないである。一方12月にドイツがクロアチアの承認を行うと、これに反発したセルビア系住民の2つの自治組織、クライナセルビア人自治区とスラボニア・バラニャ、西スレム自治組織は、連してクライナセルビア人共和国の設立を宣言した。クライナセルビア人共和国は、クロアチア国内の 1/3 の面積を占めており、これを認めることはクロアチアにとって難しい選択あった。1992年2月に国際連合の安全保障理事会はクロアチアへの国際連合保護軍 UNPROFOR の派兵を決定するが、この平和自軍の派兵では互いに民族主権を主張し合う民族問題の最終な解決には至らず、以降もクロアチア政府とセルビア系住民の間で戦闘が散発した。この状況を最終的に解決したのがクロアチアによる嵐作戦であった。1995年になるとクロアチアは欧州連合、国際連合、アメリカ合衆国、ロシアが提示するセルビア人勢力に一定の自治権を認める和平案に対して譲歩の姿勢を見せ時間を稼ぐ一方で、セルビア系住民の支配地域に展開する国連平和維持軍の活動期限切れに伴い早期の撤退を強く促していた。平和維持軍の活動は規模を縮小することで同意されたが、その直後の5月にまず、クロアチア軍は西、スラボニアを吸収した先行作戦。セルビア人の追い出しにかかった。続く8月3日から始まった嵐作戦では、クライナセルビア人共和国の首都クニを目指して進行。わずか3日間の戦闘でクニを占領した。この作戦による民間人の犠牲者は、クロアチア政府の発表では約150人とされ、セルビア側の発表では、主として老人や病人など約2600人が虐殺されたという。また、大量の難民が発生し、主にボスニアのセルビア人支配地域を経由して、セルビアに流出したセルビア系難民は15-20万人と見積もられている。この作戦を指揮したクロアチア軍将軍アンテ・ゴトビナは、クロアチアの英雄として祭り上げられたが、一方で虐殺と大量の難民を生み出したことにより、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷が訴追された。ゴトビナは2005年12月に、スペインのカナリア諸島で拘束され、ハーグに移送されたが、英雄であるゴトビナを戦犯扱いすることに対するクロアチア国内からの反発は大きかった。西スラボニアとクライナの喪失を通じて、クロアチア国内のセルビア人は大きく数を減らした。セルビア共和国と国境を接している東、スラボニアには未だセルビア系住民の自治地域が残れていたが、1995年11月11日のエルドゥと和平合意により、東スラボニアの将来的なクロアチアへの併合が認められ、国連暫定統治を経て1998年1月にクロアチア政府の統治下に収む。また、クロアチア紛争はクロアチアの人口と民族分布に大きな変化をもたらした。クロアチアの人口は1992年から1995年にかけて約475万人から約440万人に減少した。2003年までは440万人の水準で変異しており、戦前の人口が回復していないことがわかる。また、ユーゴスラビア最後の国勢調査となる1991年と、クロアチアで最初の国勢調査となる2001年のデータを比較すると、1991年に全体の 78.1% であったクロアチア人の比率は、2001年には 89.63% まで増加。一方で、セルビア人の比率は 12.2% から 4.54% まで減少した。国外に流出したセルビア系難民の数は紛争終結当初から20万人を超えていたが、帰還に対してクロアチア政府は積極的な姿勢を見せることはなく、その結果が2001年の人口調査に現れていたと言える。2003年には1990年の国内総生産の水準を達しており、経済的指標は改善の方向へ向かっていることを指し示している。2008年時点の1人当たりの国内総生産は 16,758 ドルと、ユーゴスラビアを構成していた諸国の中ではスロベニアに次いで高い。クロアチアのアドリア海沿岸にあたるダルマジアは観光業が主な産業の一つであるが、その中でも世界遺産に登録されているドゥブロブニクは紛争の影響から危機遺産に指定されたが、1998年に除外されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。